オスカーバックは、オーストリア生まれのオランダのバイオリン教師。ウィーンのハンガリー人の両親のもとに生まれる。ウィーン音楽院で、ヤコブ・グリューンにバイオリンを学び、16歳で栄誉賞を得た。その後、ブルッセル王立音楽院で、ウジェーヌイザイとセザール・トムソンの各紙に支持している。しかし、技術的熟練と、裏腹に、舞台負けに悩まされることになり、 バイオリン教師としての道を模索するようになった。バックがステージで演奏したのは1908年1月17日にスヘフェ人間で行われたヘンリー・ビオッタの指揮するハーグレジデンティ管弦楽団の演奏会のみである。バックが最初にブリュッセル王立音楽院で教鞭を取ったのは1898年のことであり、この時演奏活動で多忙を極めたシュトムソンの代理として、 教団に立った。その後、晴れで正式に教員として迎えられている。1906年には、マリア・アントニア・フェールメールと結婚し、数を数目を設けたが、1923年には離婚した。第一次世界大戦の影響で、ドイツ軍占領下において、オーストリア・ハンガリーの民として生活するのが難しくなったのを受けて、1919 19年にはベルギーを離れた。 その後、アムステルダムに落ち着き、そこでアムステルダムコンセルト警防管弦楽団のバイオリン奏者たちを鍛えたり、機会があればオーケストラに参加したりした。1921年からアムステルダム音楽院の教授となり、没年まで奉職したが、ロッテルダム音楽院にも出向し、個人的にも弟子を教えた。1935年にはオランダの国籍を取得している。 第二次世界大戦でのドイツのオランダ侵略の間、偽の身分証明書に反駁するために、彼はユダヤ人の遺産を持たないことを証明する書類を作ることを余儀なくされた。バックの門下には、アルマムーリ、ヘルマン・クレバース、テオ・ロフ、エミー・ベルヘイ、ダビナ・ファン・ベリーやビオラ奏者に転向した、クラース・ボーンなどがいる。ベルギーの王妃であったエリザベート・ド・バビエールも、また、バックに、 バイオリンのレッスンを受けていた。バックは、お高あルシェフチークのメソッドを教育に使ったが、弟子たちには、技巧的な商品や競争曲にとどまらず、室内楽やオーケストラ用の作品のパートまで、教材として使用し、ジャンルに制限を設けなかった。教師としてのバックは、弟子たちにとても厳格で、情熱的で、怒りやすく、大変に勤勉で、寛大さと魅力を備えた人であり、 人の心理に対して深い洞察力を持っていた。エリザベート王妃国際音楽コンクールやジュネーブ国際音楽コンクールのような世界に、名だたる国際コンクールにバックは審査員として参加していた。ブラームスのバイオリン競争曲に自作のカデンツァを残している。アンデルレヒトにて没。演奏家として録音は全く残さなかったが、 バックは若く才能のあるバイオリニストを財政的に支援する財団を設立していた。弟子のオロフによる財団への働きかけにより、1967年からオスカーバックバイオリンコンクールが設けられており、オランダ国内で各年で開催されている。参加年齢は17歳から26歳までである。優勝者にはエミー・ベルヘイ、ヤープ・バン・ズ・ベーデンやベラ・ベスなどがいる。 ありがとうございます。